安倍先生、安倍先生、はい、中学校の成績について、うんうん、どのくらい取るのが普通なんですか？ああ、中学校の成績についてね、まあ、中学校の成績って5段階評価で、まあ、1位から5で5段階評価ということで、真ん中が3だから普通は3だっていうふうに思われがちだけど、みんなこれちょっと本当気をつけて。ちなみに東京都の平成24年のデータがこんな感じになってます。これで平均の数字を出してみると、実は 3.3 から 3.4 ぐらい、それが普通です。ってことは3は普通じゃありません。はい、なのでみんなにこれ気をつけてほしいのは、3はもう普通だから安心じゃなくて、3は普通じゃないからダメだ、ちょっと頑張んなきゃっていうふうに思って勉強したり、提出物を頑張ってやるとかっていうふうにしなきゃダメだよ。そこを気をつけて肝に銘じよう。